これからはあの子と朝練も一緒にできるんだよね。楽しみ。カレンダーに印をつけておこっと。来週の月曜日に花丸。あ、でもあんまり練習が下手くそだとがっかりされちゃうかな。どうしよう。ニコちゃん、ニコちゃん、どうしたのよ、そんなに慌てて。よかった、ニコちゃんがいてくれて。あのね、ニコちゃんにお願いしたいことがあるの。花代がお願い？珍しいわね。ニコちゃんと一緒に朝練をしたいの。朝練？それなら来週から時間増やすってあの子と決めたじゃない。だからだよ、来週の朝練に備えて練習したいの。ちょっと待って、何それ、練習に備えた練習ってどういう意味よ。せっかくあの子が来てくれるんだから、私もちょっとはいいところを見せたいなって思って。ニコちゃんなら私の練習に何が足りないか厳しくチェックしてくれる気がして。なるほどね、花代が言いたいことは理解したわ。これからずっと手伝ってもらうんだからあんまり意味がないと思うけど、いいところを見せようとしても偽りのメッキはいつか剥がれるわよ。おっくり。まああの子と一緒に頑張りたいっていう熱意は伝わるし、それに、それに今から必死に練習して偽りの姿じゃない本物の姿にしちゃえばいいなよ。ニコちゃん、校庭10周の後は腹筋50回よ、頑張りなさい。はい。筋トレしながら笑ってるわ。花よ、あんたもしかしてずっとそんな調子なの？そういうわけじゃ。もうずっとニヤニヤしてそんなに楽しみなのね。あの子にもきっと伝わるわよ、花代の思いは。ニコちゃんありがとう、私